これわざとなの？これ女の子あざといの？これわかんないな。天然なのかな。え、わかんない。ほらこういういるじゃん、抱かせてくれとかね。こういう男と選べばいいじゃんね。かわいそうなミーコとか、こうかわいいとかね、この辺行けばいいじゃん。いくらでもいるじゃん。え、こうでしょ、こういう男リスナーが。なんで俺に来るの。え、いい女だなとか。絶対こっち。これもうあたおかだよね、このやりとり見て。いい女だなとかさ、こういう男がお似合いなんだって。おはよう水吉。あちゃあちゃしてた？こけろ？ひどいね。こけたことないもん。ほらもう変なやつしかいない。これ優位だよとか。これもう146cm。 いろんなとこにいる。ないもん。いろんなとこにいる。147だもん。え、ここどこ？普通にしてたら結構モテるんじゃないの、みーこちゃん。あの男には困らないレベルじゃない？そんなに可愛いかっつったら ねえ、そのアイドル級の可愛さはなくても男には困らないレベルだと思うよ。あのぜ、あの贅沢言わなかったら。15ってあれでしょ、あの私のアプリ。だからあのちゃんと自分のことを大切にしてくれる男を選べばいいんだよ。そうなの？そういう男を探せばいいじゃん。てる。この25号みたいなね。出る前にシャワー浴びてねえわ。出る前っていうか夕方ぐらい。俺は無理だよ。そうなの？あえて茨の道。そういうこと？あの、あれありがとう。指は？重たい。え、これ本当に合ってんのかな？あのさ、リスナーさんさ、全く気持ちがない人にさ、そういう体質とかあんの？永遠とさ、押され続けてさ、付き合ったこととかある？俺ね、人生で経験がないんだよ。1回だけある。俺ね、一番初めに会った時に、あ、付き合いたいなって思う人しか付き合ったことない。もう会ってわかる。アンチなの？ここ合ってんの？場所セキセリインコ？お金を貸してください。やべえじゃん。えな。ああ、でも気持ちがないから続かない。ああね。どこなの、ここから。あ、これあれじゃん。リンちゃんが迷子になった地蔵じゃん。タイプじゃなくても好きになること？いや、そういう奇跡は起きないと思うよ。ごめんね、かなり人を好きにならないからね。心が冷めてるから。北西に進むの？え、あの女配信者なんだからさ、全然違うんだけど。こういうミーコかわいいとか言ってくれるリスナーを大事にね、配信したらいいじゃん。全然違うよ、お地蔵さんのとこじゃん。もうやだ。だから一緒に行ってって言ったのに。自己中だよね、一緒に行ってって。疲れてるのにさ。あのね、携帯のナビ設定したんだよ。よくわからない。ミーコね、ナイス復活したんだ。あ、あ、また名前また変えたの。で、あのいい女は自分配信してたら01、ありがとう、01くんにね、あの私に押さないでいいから、この7人押してあげてとかって言えるんだよ。01頑張ってるから押してあげてとかね。寒い。いいよ。でも俺は配信終わっていい？みんな、もう本当にピクリともないやつが増えない。温めてあげたい。マジか、寒い。スイッ
って待ってる、ね、流す優しさ。あ、黒電話あげて、みんな黒電話、あのどっちにも投げれるから、そろそろね、黒電話投げてあげて。黒電話ありがとう。うん、ちょっと投げてあげよう、これ無料だし。ないんじゃない。あ、ゼロワンからって優しいね、ありがとう。ありがとう。え、っていうか、めっちゃ家ここじゃん。え、左方向？どういうこと？あ、これね。家まで戻ってきた。マジでイラつく。ナイスしたよ。毎日してるよ。これ迷ったふりしてんのかな。家に戻ってきてるじゃん。うん。あ、中田社長おはようございます。ミーコが勝手に来たんですよ。無料ありがとね。あ、ここまで来ればこんなんいらないですよ。叩かれまくってますよ。私は。俺が入れたからね。自分の意思で。タラコスパゲッティ大盛り。ゼロワンから松風さん。はい。呼んでないからね。やめてね、本当に。そういうの。配信してるの？あの人は。じゃあなんで LINE でただいま？スティック追加？いや、東京帰ってきて、お帰りみたいなこと言われたからただいまって送り返したんだよ。道間違えたのはわざと、わざとじゃないよ、バカだから。あ、そう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 、この矢沢ね、思い出した。いつも女の子を悪者にしてるって勝手に来たんだって。マゲナス何味か聞いて。どこがいいのって、別にどこがいいなんて言ってないじゃん、一言も。何味か聞いといてよ。158万、125万だよ、ギャンブルで負けたの。寝ぼけてるの？足りんのか。ご情報を広めるのやめてよ、みんな。本当にコメント欄で来てほしくねえよ。競馬も、あ、競馬も、あ、そういうことね。ギャンブルトータルってことね。今日は可愛い。今日はって何？春のの分けが辛いでしょ。ヨタンさん、それはいいかもしれん。こんな遠かったっけ？パスタ、おにぎり、野菜スティック、ぜんざい？ぜんざいなんか言ってないよ。ハーゲンダッツ、これここにポンって置けばいいんでしょ。自分の顔はいいから早く行っておいでよ。あとうまい棒10、うまい棒めっちゃ持ってきたから。うまい棒いらないよ、バカなのこいつら。ほんと全然は嘘。え、じゃあ何ロカイ、豚汁、こいつ本当に買ってくるつもり。コーラスパゲッティ、ハーゲンダッツなんか言ってないよ俺。ハーゲンダッツ、野菜スティック、野菜スティックなんか食いたくないわ。明太子パスタ、ツナマヨ、水、は明太子、はよ、ツナマヨ、もう水、野菜スティック、ハーゲンダッツ、いちごね。あとは知らん、待ってて。これみんなどうするの、うん、5日間分の服を持ってきてるじゃん。自分の彼女だったらね、どこまでも言えるけど、俺基本ね、あの彼女にしかモラハラしないんだよ。付き合ってる、付き合ってると好きだから本気でムカつくじゃん。でも他人にはね、そんなにね言えないんだよ。他人だからさ、モンジョリにしてたって、あんなのなんか茶番じゃない？ブチ切れたりしてないでしょ？めちゃくちゃ気合入ってますよ。も
こんなね、いつかいてね、うちのリスナーにね、ボロカス言われてね、本当におかしくなっちゃったらどうしよう、ミニコちゃん。みんな、精神的に。せっかくちょっと大阪編で挽回したのに、いや返してあげなよって、じゃあ帰るってタクシー呼ぶって言っても帰る気ないんだよ、この子。あのラーメン屋の時も、ね、粘りがちで一緒に寝たじゃん、ホテルに。家いるってずっと外で待ってて寒いのに、かわいそうじゃん。ルイージにも同じことしてたの。騙すのも優しさ、返すのも無理やり怒ってでも恥ずかしくて、そんな行動だから好きな人にはプライドがないんじゃない。いくら好きでもさ、もう帰ってって言われたら帰るじゃん。それってやっぱ譲れない、プライドある人は帰るよね、相手が好きでも。で、あの内心を引き止めてくれるのを待つよね。でももうプライドがないんで、俺に対しては。で、俺も帰ってって言われても帰らないタイプ、相手が好きだったら。いろんな男の家でやってるの、ミコの片思いから。そうに決まってるじゃん。もう俺はね、恋愛もしするにしても、もう配信をネタにしたくない。全部見てるって、メンバーシップも聞くぐらいだからね。鉄ライン4のメンバーシップ、最近なんかガチ恋が多くてさ、萌えちゃんとかね、ガチ恋結構いるんですよ。でもこの前大阪で2人トツ来た子はそうでもなかったね。遅くない？速報、ゼロワンのマイプに女の霊が映ったって雑談タネで炎上中。画像送って。うんこしてるの？おはようございます。起きた人、内装お願いします。あと30人。なんかアイテムもらえる。ありました。あ、そうです。はい。寒いですね。お疲れ様です。あ、30です。ねえ、なんか、うんこじゃないよ。あと、また家がわからなくなった。ポンコツ。あ、猫ちゃん。なんでさば、あ、そっか、それ31か。ごめん。前菜は嘘って言ったじゃん。なんで前菜って。え、起きてるよ。そこ動くな。いや、おい、10号かよ。10号のコメントはもういいよ。15やばいもん。あれどこだっけ、あ、わかんない。タクシー呼んでやるか動くな。そのタクシーだよ私。あ、みーちゃんおはよう。え、遠くまで来てたね。あ、そうか。寒いですよね。ねえ、わかんない。なんか話しかけられたおじさんに。時間かかりすぎ？ごめんって。おじさんチャリだったよ。ピューンって言っちゃった。鍵閉めたの？ひどいじゃん。私の財布とかも入ってるのに。
何イベント、あ、そうなんだ。NJ さん、田中向かにいいよ。田中とはもう反りが合わない。田中の車に乗る。